どうも、山ももです。本日は、ジューンブライドのイベントで手に入る家具をメインに、シックな感じのカフェもどき、まあお店を作っていきます。今回使用するマイデザインはお借りしているもので、概要欄に詳しく書いているので、そちらもチェックしてください。それでは、やっていきましょう。
はい、完成しました。それでは完成形をご紹介いたします。こちらの橋を渡っていくと、今作ったこのシックなちょっとお上品な感じのカフェもどきでございます。ここね、カウンター席になっておりまして、またこのね、ウェディングなチェアシックをここに置いて、あとはね、ちょっとここロッキングチェアを置いて暖炉の前でくつろげるスペースを作ってみました。はい、そしてこちらなんか楽器を演奏できるような感じにしておりまして、このサーフィングカートで、まあ、店員さんが水を入れに回るっていう設定でね、作ってみました。でこちらがテーブル、なんかフランス料理店みたいな感じやね。そしてこちらのボルト、はい、こんな感じになっておりまして、なんやろ、ここなんかくつろぎスペースみたいなそんな感じですね。モナリザ偽物ですね。はい、でウェディングのチェア、ここにも置いてみました。ここの木、針葉樹にしようかな、後で。はい、クッションを置いておりまして、こんな感じでね、寝れるスペースです。はい、というわけで今回ちょっとなんかおしゃれなシックなカフェもどきをジュンブライドのね、家具を使って作ってみました。今回はシックがメインで、でちょこちょこガーデンのものを入れてみたので、ちょっとまた違ったデザインの何かも作ってみたいなと思っております、考えております。ちょっとメインチャンネルもあるから、ゲーム実況チャンネルの方は結構不定期更新にはなってしまうんですけれども、チャンネル登録して通知もオンにして待っていてもらえたら嬉しいなと思います。はい、今日も見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。